イリフ・ペトロフ・イリア・イリフとエフゲニー・ペトロフは1920年代、1930年代に活躍したソ連の二人の作家。作品の多くを合作し、ほとんどのバーイリ・ペトロフなどと呼ばれる。二人ともオデッサ出身。十二の椅子とその続編である黄金の講師という二つの風刺小説で注目を集めた。二つの作品には共に、 捉えどころのない富を求める主人公をスタップ・ベンデルが登場しつながった話になっている。二つの作品とも当時のソ連の現実の中で宝物を探すベンデルとその仲間を追う。彼らが生きている時代はソ連の歴史の中で比較的自由主義的であった1920年代のネップの時代である。主人公たちは普通明らかに緩んだ法執行を避ける。 組織化され目標主導の生産的なソ連社会からはみ出した彼らの立場が強調されている。また、それはこの社会を見てあまり魅力的ではない社会主義的な側面をからかうのに都合の良いプラットフォームを著者らに提供している。これらの作品はロシア文化の中で最も広く読まわれ引用されている本の一つである。十二の椅子はソ連では レオニードガイダイとマークツァーカラブによってアメリカでは特にメルブルックスにより映画化され他の国のものも合わせると約20本の映画になっている。1920年代後半から1937年にかけて二人はいくつかの演劇や映画脚本を書き雑誌や新聞でユーモアな短編小説や風刺的な記事を多数表した。 イリフとペトロフが合作を始めてから最初の数年間はパロディックな偽名で物語や風刺小説を発表していた。偽名はトルストエフスキー、ドンブシリオやコールド・フィロソファーなどがあった。二人は世界恐慌時代のアメリカを横断した。イリフはこの間に多くの写真を撮り、アメリカン・フォトグラフスと題したフォトエッセイを制作し、雑誌上がに多くに掲載した。 この後すぐに旅行記、1階建てのアメリカを出版した。この本の初版にはイリフの写真は含まれていなかった。フォトエッセイと旅行記の両方には2人の独特なユーモアと遊び心により2人の冒険が記録されている。特にイリフとペトロフはこれらの作品でアメリカのライフスタイルの多くの面を賞賛することを恐れていなかった。タイトルは以下の説明に由来する。 アメリカは主に1階建てと2階建ての国である。アメリカの人口の大部分は3000人、おそらく5000人、9000人、1万5000人の小さな町に住んでいる。ウラジミール・ナボコフは二人を素晴らしい才能のある作家と評した。1982年にソ連の天文学者、リュドミーラ・カラチキナにより発見された小惑星3668イエペトロフはその 名称を二人にちなむ、ありがとうございます。